こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをお送りします。引き続き予選ですね。予選というか練習試合というかやっていきましょう。ジョーナン・タキオン、あ、こういうことさえやっちゃうよ。反対でやったらどうなるかというテスト。3試合ぐらいやりますかね。いいですね。カルメン。さあ、普段と逆のポジションでやっております。前後は逆。いいですね、カルメン。だ、これは防がれてしまう。ヤンです。追加点が欲しい。あー、出しちゃったよ。いや、こちらボールか。さあ、速攻が大事。うまい。ナイスです。前まで出ていった。ミホが、ミホディフェンダーですけどね。出てきたな、こ、3点目です。ようやく調子上がってきましたね。節子からな、これ。浅い矢が取ります。美穂へ。もう一点欲しい。あー、流れてしまった。まだ試合通ってない。試合終了です。
チコーチ？いつも応援します。20個すごいな。ありませんが、ありませんかに、思いっきり前に出ます。危ない。おー、当てて戻ります。横にすごい一列並んでますね。前出てるように見えて意外と出ていない。どう？頑張ってます。あーっと、隙を突かれた。やっぱりフォーメーションって大事ですね。外前出てますからね。ここまで前に出てんのか。デフォルトで。さあ、追加点欲しいけど、敵の本当に壁が厚い。ん？あ、イエローカード握った、背負ってしまった。うわー、コーナーキックに今度はなる。さすがにこれゴール前集合しますね。パンチング、試合終了、負けてしまいました。惜しかった、最初は本当に。相手はすごい強かったですよね。一瞬隙を使いました。当然隙が出るのは当然なんですけど、結構ペナルティーエリアなので出てますからね。
しやん。岡山ピーターローズ。なんて言われるか、ディフェンダーが一歩も失点はかなり減りそうですね。すごいな。もう誰も言いませんからね。ここで全員ペナルティーエリア内。なんで？萌え。イエローカード2ついただいてるんですが、あんまり良くないです。基本的にペナルティーエリア内にいることは。最悪、ペナルティーキックのピンチも、与えちゃいますしね。やっぱり中に入られやすい。中に入っても別に守れるわけじゃん。蹴り返すぐらいしかできないしな。ボールは吸い抜けますからね。マックイーン。上を吸い抜けていきます。お、今度は松下。入った。終了です。強いですね。
はい、ということで、あと2週なりましたか。マッシュルーム3300万は高いな。いいのはいいですね。もっと上位チームだったら買って売ってました。ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。